はいどうも、アシリオイチャンネルです。今日はですね、新しい野球ギアを紹介していきます。今回はこちら、アームスリーブ、三ツ矢タイガーさんが出しているアームスリーブですね。今回はこちらを準備しました。なぜこれを紹介するかというと、インターネットで探していまして、デザイン的に6種類ぐらいあったんですよ。6種類ぐらいあって、こんな感じであったんですけど、ユニフォームは結構自分白いユニフォームを着てることが多いので、白にやっぱり目立つ柄が欲しいなと思って、リストバンドよりも結構アームスリーブ、つけております。よく黄色とか黒をつけてると思うんですけど、今回はちょっと鉢柄とこの、まあ、スパイダーマンみたいな色を準備しました。でサイズが2つありまして、 L と M があります。はい、こんな感じで筋肉振動を抑えて安定した動きということで、まあアームスリーブ最近流行ってると思うんですけど、高校野球でも使える柄が今回三ツ矢タイガーさんのやつはありまして、マークが同じ色でプリントされてるんで高校野球でも使えます。こんな感じですね。鉢柄で M サイズです。これここにロゴが入ってる、三ツ矢タイガー、こんな感じでロゴ入ってます。はい、つけるとこんな感じです。ちょっとかなり目立ちますね。ちょっとあのヘビみたいな感じですかね。でまあ実際はユニフォームなんで白なんですけど、まあ、白に黄色とか白に赤とかつけようかなと思います。で素材がすごいサラサラしてるんですよ。こんな感じで、でちょっとまあ内野手でやっぱり送球の数とか投げてくると筋肉疲労って起きてくると思うんですけど、それを和らげるということで、まあ、試合とかあとはまあ遠投とかするときに結構つけてますからね。数投げるときにはやっぱりすぐ疲れてしまうので、その筋肉疲労を抑えるという面で今回これをつけていこうと思います。早速キャッチボールしていきましょう。まあ、自分これまでいろんなメーカーをつけてきたんですけど、高校の時はつけてなくて社会人の時につけていました。でその時はアンダーアーマーとマグダビットつけてたんですけど、その2つよりも少し薄い感じがしますね。薄くて生地がサラサラしてるような感じです。これ画面で見るとすごいなんか目立ちますね。というわけで今日はこちらの三ツ矢タイガーのアームスリーブを紹介しました。生地が結構サラサラしてて薄い感じなので、分厚いっていうよりは薄めの生地なので、そういうタイプ、薄めのアームスリーブが好みの方はぜひ一度、購入を検討してみてください。それでは今日のアシリオチャンネルは以上です。あるでしょ、不安定な投票を叩くよ、頼まれした心丸なしで、僕を引きつらせて土足で。はい、というわけで9月のプレゼント企画です。まずはこちら Z のプロステータス軟式用グローブ、こちら片付けをして1名様にプレゼントします。最上級モデルのかっこいいグローブとなっております。こちらを1名様にプレゼントします。
続いてこちらブリッツの T シャツです。こちらは M サイズで、練習の後とか練習の前とかに着てみてください。カタログもセットでプレゼントします。こちらをチャンネル登録とコメントで応募可能です。たくさんのご応募をお待ちしております。ありがとうございました。ありやした、今日も見てくれてありがとう。